バーモバーモテニスコーチのドッペです。今回はヘッドのラケットのスペックについてお話しできればと思っています。皆さんヘッドのラケットたくさんの人が使ってるんじゃないかなっていうふうに思います。特に来年の1月にヘッドのラジカルのこのラジカルシリーズも新発売されますよね。実はコーチを僕がね始めた時にこのラジカルを使っていたんですけれども、もう玉出しだったりとか、または生徒とのレッスン生徒のラリーのパートナーをする時であったりとか、コーナーにしっかりとコントロールをつけて返すことができる。激しいラリーになってくるとコントロールをつけるっていうのは難しいとは思うんですけれども、しっかりとラリーをつなげていく、同じリズムで同じテンポでつなげていくというような時に、僕はですねこのラジカルも僕はとてもいいなっていうふうに思いました。いやこれからまた新しいのが出ますんで、もうこれねちょっと買いたいなというふうに思ってます。はい、今回もこんな感じでお話しできればと思っています。こちらの6つのシリーズでお話しできればと思っています。先ほどお話したこのラジカルのシリーズ、特に先ほどお話したラジカル、こちらのラジカルでどんなところが変わったのか、どんなスペックなのか、そういうところもですねお話しできればと思っています。今回もですねこちらの6つのシリーズ、これだけの種類を、お伝えしますので、もし最後まで見てくれたら、皆さんに自分に合うラケット、今使っているラケットと何が違うのかなとか、ベストなラケットが見つかるかもしれません。ぜひね最後まで見てくれたら嬉しいです。それでは行きましょう。はい、ではプレステージのシリーズからお伝えできればと思います。プレステージのコンセプトはアブソリュートプレシージョン、アブソリュートプレシージョン、絶対精度、まあ、完全コントロールというコンセプトがあるそうなんですよね。もう本当にコントロールに特化したラケットになっています。ではスペックになりますけれども、こちら、CPI というのが一番上にありますよね。このヘッドならではのこの数字なんですよ。この CPI、 このコントロールとパワーのインデックスを表した数字なんですよね。数字が少なければ少ないほどコントロール重視のラケット、また数字が多ければ多いほどパワーを重視したラケットになっています。だいたい中間が500だそうなんですよね。なのでこのラケット、このプレステージのラケットを見るだけでも100から500に収まってますので、本当にコントロール重視のラケットを揃えてるんだなというふうに思いますよね。なおかつ、まあ、ヘッドサイズ、もう100平方インチより全て小さい。こんなね、100平方インチ全て揃えてるシリーズなんて他のメーカー探してもないですよ。本当にすごい。まあもちろんパワーも出ると思うんですけれども、ザ・コントロールラケットだって感じがしますよね。この CPI とヘッドサイズの関係は面白いなと思いました。そして重量も比較的重く設計されてますよね。 320g だったりとか 315g がありますよね。スイングスピードに自信があって、もう力負けしない、強いボールが来ても力負けしない、そんなですねラケット欲しい方にはこのプレステージいいかなと思いますよね。ただフィジカルを鍛えていかないと、まあ、本当にブンブン振り回すのはきついなっていう風に感じがしました。これね、中上級者向け、まあ、中級者上級者向けのラケット、本当に競技者として使っていきたいラケットにはいいのかなっていうふうに思いますよね。そしてですね、ストリングパターン、こちらになるんですけれども、それぞれこれ違うんですよ。この16、19、18、20、また18、19とか、いろんなパターンがありますよね。こんなに、まあ、バラバラって言ったら失礼なんですけれども、こうやって、変えていってるのは特徴的だなというふうに思いました。特に18、19ってなかなかないんですよね、このパターンっていうのは。なので、まあ、こういうところで本当にこだわっていきたい、コントロールであったりとかスピンであったりとか、そういうところをこのストリングパターンで少し変えていきたい、このプレイステージの中で少しでも変えていきたいという方には、こういうところをですね少しこだわってみるのもいいのかなというふうに思いますよね。そしてビーム圧、ビーム圧も20だったりとか22だったりとか 21.5 だったりとか、本当に薄らけだなと思います。コントロールだけじゃなく飛ばしたいなと思う方は22のプロを選んでみるのもいいかもしれないですよね。まあ、全てフラットビームなのでしなりやすいラケットなのかなと思います。でもプレステージ使うからフィジカル鍛えて頑張っていきましょう。はい、では次はグラビティになります。グラビティのコンセプトはマッシブスイートスポット、このマッシブスイートスポットなんですが、幅広いスイートスポットが売りのラケットになっていますよね。ドイツのアレクサンダー・ズベル選手が使っていることで有名なこのグラビティなんですけれども、こちらのラケットなんですが、ヘッドサイズが先ほどのプレステージと違って100以上なので、先ほどはもうコントロール重視だったんですけれども、パワーも欲しいという形でも100以上で統一されています。この CPI も200から始まっていますよね。なのでちょっとパワーも欲しいなという方は、このグラビティを選んでみるのはいいのかなと思いますよね。そしてストリングパターン、
ストリングパターンなんですけれども、ここはまた特徴的ですよね。1820というストリングパターンと1620というストリングパターンに分かれていますよね。例えばですね、1619だったりとか1820というストリングパターンって結構多いと思うんですね。どちらかに分かれるのは結構多いんですけれども、この1620というのは1619のスピンとパワー、1820のカウンター系コントロール性能をどちらも両立したラケットになるんじゃないかなというふうに思ってるんですけれども、これ横糸が多いので打球感がマイルドになったりとか、まあ、振動吸収もしてくれたりとか、まあ、コントロールを上げていきたいという方にこういう1620というのは合ってるかもしれないですね。これはバボラのピュアアイロの VS、 ピュアストライクの VS、 ウィルソンウルトラ95もこのタイプなんですよね。このストリングパターンの違いを感じるだけでもこれ面白いなと思いましたね。そしてこの後に出てくるモデルもこの1620というパターンで揃っているんですよね。ビーム圧もプレステージよりも少し厚くなってます。先ほど20とか 21.5 とかっていうのが多かったですよね。でも22とかというのも多くなってます。ビーム圧がプレステージよりも少し厚くなっている。いや、このねラケット、新しくヘッドのシリーズで出てきたばかりのものなので、これから使う人増えてきそうですよね。特にズベレフ選手が使っていて結構有名になっていますし、もうデザインも僕はかっこいいな、本当に、あのラインがかっこいいなっていうふうに思います。そして次はですね、こちらのモデルになります。これは MP ライト S ライトはもう本当にラケットパワー、ボールを飛ばしていきたいモデルになりますよね。もう CPI も500から始まってます。フェイスもですね結構大きいですよね。104平方インチのオーバーサイズ、重量も軽くできてますよね。280とか 270g もあるんですよ。これいいですよね。先ほどお伝えしたストリングパターン、これも1620で統一されてます。先ほどのですねプレステージにはなかったこのモデルですよね。もう初心者の方だったりとか、まあ、力に自信がない方にも結構嬉しいし、女性にも中学生にもこのラケット、まあ、コントロール性の速いボール、そしてパワーも少し出していきたい方にこのグラビティは僕はおすすめするなっていう風に感じますよね。他のシリーズにはないストリングパターン、そしてプレステージにはないこの初級者初心者モデル、ここからグラビティから始めてみるっていうのはいいと思いますよね。それではですね、今回の主役、まあ、ラジカルなんですけれども、こちらのコンセプトはフォーエバーショットインザゲーム、試合のあらゆるショットのために使いできるオールラウンダーなラケットなんですよね。もう本当に万能なラケットだと思いますこちらは。アンディ・マレー選手とかシュワルツマン選手も使っているモデルで有名ですよね、こちらのラケット。特にですね、今回搭載されているのがグラフィン360プラス。これはですね、他のモデルにも、他のシリーズにも搭載していた、モデル、この素材なんですけれども、このグラフィン360プラス。まあ、いろんなね、インターネットを見た方は、お分かりかと思うんですけれども、このグラフィン360っていうのが、もともと、多くの、他のシリーズにも搭載していて、本当にしっかりした的確なパワーをアシストしてくれたりとか、エネルギーを伝えてくれたり、それでやや硬めの素材ではあるんですよね。それをフェイス部全体、この丸みを帯びているフェイス部全体に搭載しているんですが、この360プラスっていうのはラケットのショルダー部分、ここの部分のことをショルダー部分って言うんですけれども、ここの5時7時というような言い方もしていますが、ここにも搭載するようになったんですね。復元力、ラケットのですね、ひねり戻りがアップして、復元力がアップして、以前よりもボールが飛ぶようになった。しかもですね、操作性もかなり良くなったし、打球感とか、打球音、それもですね、かなり良くなってるそうなんですよね。いや、これ打ってみてる動画見てても、本当に気持ちよさそうですよね。いや、僕もこれ早く打ってみたいな。いやー、本当に素晴らしそう。これが、まあ、今までね他のシリーズに搭載していたんですけれども、ラジカルにも搭載するようになったんですよね。まあ、他にもサウンドグロメッツとか、バリアブルビーム、コントロールパターンといったものも新素材として搭載されているんですよね。これがですね、また他のシリーズにはない性能なのかなっていうふうに思います。はい、ではスペックに行きます。スペックはこちらのプロと MP をまずお伝えできればと思います。プロと MP、 これはですね98ラケットサイズ、フェイスサイズが98平方インチになっていますよね。ここで統一されてますよね。そしてコントロール寄りの CPI になっています。200と400と、ウェイトも300と315
定になってます。実はこれ以前のラジカルのモデルよりも 5g 重く設計されてるんですよね。 MP はもともと 295g だったし、プロは前は 310g だ。ここも以前のラジカルとは違ったところですよね。素材だけじゃない、性能だけじゃない、こういうサイズのスペックのところも変わっているというところは、いや本当に新しくなった、本当に変わったんだなと思いました。 5g 重いだけでもパワー負けしない。他のメーカーでもこの数字を多く出していますけれども、ここの300と315っていうのはもう本当に厳選された2種類の重いスペックと標準のスペックで、揃えてきたんだなと思いますね。そしてこちらのスペックになります。ビームアーツです。ここで初めて出てくる先が細くなってるデュアルテーパービーム。先が細くなってるデュアルテーパービーム。このプレステージやグラビティにはなかったスペックになりますよね。この先端が細くなっていることによって、結構しなったりとか、することと、あとデュアルテーパービームなので安定性が増すんですよね。ここでもこういうところでも、ラジカルの良さが出てますよね。ボールが飛んでくれる、そして面が安定してくれる、このラケット、そして今回の新テクノロジーでマイルドな打球感も出していけるし、さらにコントロールもつけていける、すべての性能のいいとこ取りを搭載したこのラケットになるんです。まあ、こんなこと言っちゃいけないんですけれども、今までの動画で紹介したラケットで多くのプレイヤーに一番フィットしやすい、もう唯一無二のスペックになるんじゃないかなと思います。まあ、決めつけちゃいけないけどねもうよりまシナリアコントロールを求めたいならラジカルプロを僕がおすすめするかなっていうふうに思いますね。いやー本当にこれ素晴らしい。そしてこちらのモデルになります。S ライトが出てきましたね。この S ライト、こちらも2つに絞ってますよね。ラジカルの万能なスペック、先ほどお伝えしたこの万能なスペックを初心者、ジュニアにも体感できるような仕様になっていますよね。こちらは、本当に違いが分かりやすいですよね。102平方インチのラケット、ヘッドサイズになってまして、グラビティにも同じスペックはあったんですけれども、やっぱりですね、ビーム圧が違うんですよ。さらにですね、厚くなっていて、安定性も増していますし、ボールも飛んでくれてる設計ですよね。このデュアルテーパービーム、本当にグラビティとか、プレステージにはなかった、設計になっています。いやーこのラケット、もしテニスを始めた時に、このラケットがあったら、こんなスペックがあったら、またこれ使ってみたいなと思いましたね。では次はスピードです。スピードのラケットになります。先ほどもですね、画面に出てきましたけれども、速い、スイングとか、また高速ラリー、高速ゲーム、まあ、鋭いショットの設計のモデルになってますね。ファストラケット、ファストゲームというのがコンセプトのラケットになってます。まあ、ジョコビッチ選手が使用していることでも有名ですよね。CPI が300から始まってます。そしてヘッドサイズが100平方インチで統一されてます。このスピードプロがジョコビッチ選手が使っている、まあ、使用しているモデルということになってますね。その他のタイプは CPI が500以上になっているんですね。ただね、このスペックちょっとね、先ほどのグラビティに少し近いスペックかなっていう感じた方もいらっしゃると思うんですよね。このスペックだけ見ると確かに似てるんですよ。ただこのスイングパターンが違うんですよね。ジョコビッチの使用されているモデルのプロだけ18-20、そしてあとは16-19で統一されている。ここがグラビティにはないスペックなんですよね。ここでまた違いをつけてきた、グラビティとは違いをつけてきたラケットなのかなっていうふうに思います。まあ、比較的軽いラケットで高速スピンだったりとか高速ラリーで攻めていきたい方にはこちらのスピードのシリーズを使ってみるのもいいのかなと思いますね。まあ、ラケットパワーも欲しいなっていう方は MP とか MP ライトもいいかもしれないです。はい、では次はエクストリームです。エクストリーム、こちらはですね、コンセプトはスピンビッグ、スピンビッグなんですよね。本当にシンプル、スピンとパワーを出していきたい方にはですね、こちらエクストリームはいいのかなと思います。まあ、スピン性能に特化したラケットなんですよね。まあ、CPI は400から始まってます。だいたい100平方インチ以上が多いんですけれども、このツアーだけ、エクストリームツアーだけ98平方インチなんですよね。僕はですね、エクストリームのこれは表の主人公なんじゃないかなと思います。まあ、これだけ見るとパワー、ボールの飛びが出る標準のタイプのモデルかなっていうふうに印象はあるんですけれども、やっぱりですね、他のシリーズと違うところはビームアーツなんですよ。このビームアーツが他のモデルと全然違う。あのヨネックスの動画の時もですね、お伝えしていたんですけれども、ヨネックスのラケットに見られる手元のシャフト部分が細い設計になっています。まあ、ここでラケットがしなってくれて、スピンもかけやすくて、しかも面が安定してくれる。プロと MP は23、26、21とだいぶ差がありますよね。
この26から21、5ミリも違うってだいぶ違うなと思います。僕はですね、MP を買ったんですけれども、これ使ってみて思ったのは、ボールがかなりグイッと押してくれるんですね。まあこれも前の動画でお伝えしてたんですけども、やばい、アウトしてしまったかなと思ったボールでも、本当にグイッとボールがスピンで落ちてくれるんです。またサーブとかもしなってくれて、ボールを引っ叩くように速いサーブを打つことができる。まあ、引っ叩くっていう表現はあんまり良くないと思うんですけれども、本当に速いサーブを打つことができる。コントロールもつけることができるんですよね。ただちょっとボレーの時に少しコントロールだったりとか、飛びすぎかなっていう印象があったりとかするので、まあちょっとボレーは操作を、考えていかなきゃいけないかなと思いました。では次はこちらのモデルになります。こちらはヘッドサイズが広くできてますよね。105、105、115というモデルがあります。まあ、他のモデルにも見られる初心者、ジュニア向けのモデルなんですけれども、特にやっぱすごいのが PWR、 多分これパワーの略だと思うんですけれども、この PWR、 115平方インチで27.7インチとロングラケットになってます。なおかつビーム圧も29ミリのフラット、かなりの圧力ですよね、これね。いや、すごい。これがですね、僕はこのエクストリームの隠れた主人公なんじゃないかなと思いますね。CPI が1000なんてここしかないんですよね。どんだけボールを飛ばしてくれるんだろう。本当にその打球角度が上がってくれるんだろうと思いますね。こちらはもうやっぱりね、どの年代からでも、まあジュニアでも、年配の方でも、テニスを始めたばかりの方が使っていけるラケットなのかなっていうふうに感じますね。はい。では最後にインスティンクト。インスティンクトに行きましょう。こちらのコンセプトはエフォートレスパワー。楽々パワーって意味なんですけれども 楽にですね、ボールを飛ばしていきたい。さらにですね、先ほどのエクストリームよりも楽にボールを飛ばしていきたい。ということで、出たシリーズなんですけれども、今年の11月、2020年の11月に発売されたばかりのシリーズなんですね。こちらのスペックを見てみると、先ほどのエクストリームの MP、S、ライトのスペックとほぼ一緒なんですよね。そしてやっぱり違いをつけてきたのはビーム圧。23、26、23で上下が揃ったデュアルテーパービーム。先ほどはですね、シャフト部分がちょっと薄くなってましたよね。でもこちらは23、26、23と、少し厚くできていますので、どのラケットにもない面の安定性、ボールにパワーがしっかりと伝わってもう飛んでくれる設計になってますよね。エクストリームが、まあ、競技者向けでも使っていけるラケットだと考えるなら、このインスティンクトはもうビギナー、もう楽々、テニスをしていきたい方に特化した、もう厳選したこの3種類なのかなっていうふうに思います。もちろんこれで試合ができないというわけではないと思いますけれども、こちらのラケットから始めていって、試合をしていきながらラケットをまた選んでみるというのもいいかもしれないですね。ではこちら6つのシリーズのラケットをまとめてみました。プレステージはコントロール、精度を上げていきたい。そしてグラビティはボールの飛びも、まあ、コントロールも重視していきたい、大事にしていきたい。そして初心者にもこちら使っていけるグラビティのシリーズ。次にラジカル、すべてのショットに万能のオールラウンドのラケットで、もう本当にこれは超ベストラケットだなと僕は思っています。そして次にスピード、高速スイングでガンガン打っていきたい、高速スピンとか高速ラリーでガンガン打っていきたい方にはこちらのシリーズ。エクストリームはスピンとパワーで攻めていきたい。インスティンクトは少ない力でボールを飛ばしていきたい方にはこちらのシリーズがいいのかなと思います。まあ、こうやってね、まとめてみると、やっぱり違いが出てきますよね。全然やっぱ変わってくるのかなと思います。全体的なですね、シリーズの違いはこういった種類があるんですよね。こういった性能の違いが出てくるのは面白いですよね。はい。では今回はヘッドのラケットを6種類、6つのラケットのシリーズをお伝えしました。本当に6つのシリーズを見てみてもそうなんですけれども、こんなにもバリエーションのある、たくさんバリエーションがあるラケットっていうのは他のメーカーにはないんですよね。このヘッドのラケットは初心者からプロまでずっと一貫して使い続けることができる。もうレベルアップをしていきながら、またはプレースタイルを変えていきながら、一貫してこのヘッドのラケットで使い続けることができるというのは、このヘッドならではの特徴的な、ところなのかなっていうふうに感じましたね。先ほどもお伝えしたんですけれども、自分に合うラケットをこのメーカーなら見つかると僕は思いますね。今回ね、新しく出たこのヘッドのラジカルのラケットをレンタルしてみて、また使ってみて、そしてどんどんこっから広げていく、プレイスタイルに合わせていくというのも一つありかなっていうふうに思います。はい。では今日の動画はここまでになります。今日の動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではチャオチャオ、バイバイ。